はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は4月の27日で、いや違うわ、今日は4月の7日で日曜日です。空はね、晴れてます。でもあの雲なんか変じゃないですか。なんか雲がおかしい。あれ飛行機でしょうか。飛行機雲？なんか雲の形がね、なんかおかしいです。また地震あるかもしれないですね。ねえ、キューちゃん、今日もね、イベントでね、グラウンド使っててね、散歩しづらいんで、今日のニュースは、まあ一番に目に入ったのはね、踏切事故のことですよね。9歳のね、女の子がね、犬を追いかけて踏切に入って跳ねられたそうです。その踏切がね、またね、あの遮断機もね、警報機もない踏切だったみたいなんで、あ、そんな踏切あるんだと思って、僕はちょっとね、そういうの見たことないんで、ちょっと驚いたんですけどね。今時遮断機がない、警報機もない踏切ってあるんですね。まあ犬をね、追いかけてるうちにもう分からなかったんでしょうね、来たのが。それに集中してて分からなかったっていう可能性ありますよね。ねえ、キューちゃん、僕もね、大昔ね、あの踏切に入ってね、踏切に耳当てて石でカン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 やったことあるんですよね。もうそれはもうほんま大昔です。今じゃね、踏切なんかもう入れないんですよね。まあ変わったニュースで言うたら、豚の腎臓移植ですよね。豚から腎臓を取ってそれを人間に移植したということです。まあ腎、この豚の腎臓で言うたら初めてらしいですよね。それがあの手術して退院したそうです。一応成功ということで、これがどれだけ持つかちょっとわからないですけど、一応豚のね、腎臓はね、あの遺伝子操作して悪い遺伝子は排除されてるみたいなんですよ。まあ多分それ用に育てられた豚だと思うんですけど、まああの臓器がね、全く足りてないそうです。アメリカで言うと、まあ1日にね、臓器移植で間に合わなくて亡くなってる人が1日17人ぐらいいるとかいうのを書いてましたよね。一応ね、あの豚の心臓移植も成功してるんですけど、成功というかね、2週間でダメになってるそうです。まあ成功とは言えん失敗なんでしょうね、あれは。でもアメリカではね、この豚を使った臓器移植がなんか流行りだしてますよね。腎臓が悪いと、あの人工透析しないとダメなんですよね。毎日ですよ、これで。米麹のね、あのサプリのやつあったじゃないですか。あれは腎臓を悪くするとか言われてて、ほんま腎臓ってね、あの悪くしたら危ないですよね。コメント見たらね、ちらほらね、あの急
キューちゃんをなんで出さないのかとかいうコメントあるんですけどね、それをねちょっと話そうかなと思うんですよ。まあ基本ねキューちゃんね出たがらないのよ。そのカメラにも映りたがらないで、外にもそんな出たがらない、そういうタイプなんですよね、けいちゃん。でみんなにみんなで一緒に出ようって言ってもそれは無理なんですよ、けいちゃんにはね。けいちゃん、まあほんで外に出したところですぐ中に入ってしまうんですよ。まあこれはね性格です。それをね無理やり連れていくっていうのもおかしな問題ですよね。でんちゃん待ってたー、でんちゃん。はい、今日の夜ご飯ができました。今日のご飯はもち麦のご飯と、あとはすき焼きと味噌汁です。すき焼きは豆腐と白菜とこの舞茸とを入れました。まあ味付けがねすき焼きっていうだけです。白菜も入れました。これうますぎる。久しぶりのすき焼き。すき焼きって言っても肉は入ってないんですけど、こっちの味噌汁は大根と大豆を入れました。あと青さをかけました。おいしい。もうお好み焼き、今日のメインはこのすき焼きです。あつはこたつのとこにいます。じゅんちゃんも横にいます。じゅんちゃんはこのハンモックで寝てます。はい、今日はこんな感じです。